どうぞ。どうぞ足元気をつけてください。何名ですか？2人です。2人ですか？ちょっと待ってくださいね。そしたらどうぞ。そうでいいの？そうみたい。立ち上がってしっかり手すりの方をお持ちください。僕俺が頑張る。いける？やばそう。すごい。
邪魔だ。わー、綺麗。そしてね、こちらからしばらくね、流れが緩やかなとこ入ってまいりますのでね、おかけください。濡れたってことやろ。大丈夫でしたか。大丈夫でしたか。上半身いった、ちょっと大丈夫。まだまだこれからで、結構みんな叫んでたよね。海外の人が来るとね、ほーってね、すごい、はいはい、パーティーみたいになりますよ。リアクションが。ちなみにね、進行方向向かってね、右手の山がね、和歌山県の北山村です。逆に反対の左手の山がね、晴れが続くとね、この水晴れます。雨が続かないとね、こうやって滝にならないのでね。あと1週間ぐらい晴れ続くとね、ここ滝なくなります。あの岩がね、腐るぐらいこの川の水上がったことあります。それでもね、落ちてきませんでした。なのでこれからね、かかる橋にね、歩道をつけてもらってね、そこからね、イカダが見えるようにしてくださいっていうの申請を出してる。なのでそちらが通ればね、新しい写真スポットとしてね、確かに使われますね。本当だね。名前になります。それを知らせてもらうとね、泥八町っていうところに出ます。で、それをもっとね、さらに下ってもらうとね、十津川から合流しまして、熊野川となります。で、このね、北山川っていうところはですね、水の量をね、調節してもらってます。ちゃんとね、名前もついてまして、観光放水っていうね、名前がついてます。このね、観光いかだ下りのね、放水なので、観光放水ですね。すごい。でね、そちらのダムがね、
通常放水っていうね、放水をしてしまうとイカが中心になります。あ、なんで今日みたいないい天気でもね、通常放水してたらね、イカダ下り中止です。で、逆を言いますとね、どんなに土砂降りでもね、ダム放水してなければイカダ下りやります。へー。去年なんかはね、ゲリラ豪雨の中ですね、この辺がね、真っ白でね、景色見えないぐらいの雨の中、イカダ下りやりました。怖い。本当にお客さんはね、カッパを着てね、ただ座って帰るだけ。幸せのものだ。修行イカダです。今日のお客さんはね、良かったと思います。大水害、あの時はね、あの看板よりもね、上までこの川の水増水しました。すごいですね。なのでこの辺の木の下の方の木見てもらうとね、若干前に傾いてます。これ全部ね、水圧でね、倒された跡。全部倒れてる。
このえぐれの高さですね、人によって若干違います。そうです、これカイっていう名前なので、マイカイと。マイカイ。あとね、手の大きさによってね、ここの握る大きさとかも変わってきますので、誰かの貸してねって借りて もう全然漕ぎづらいよとかっていうのがあるのでね。これ多分10年ぐらいは使えると思う。すごい。こういうのもね、イカたちが自分たちでね作ります。そうです、一本のね四角い板からね。カエルに見えたりね、カエル、ワニがね。